はい、では今日の高橋英樹の配信も、素晴らしい映画監督とお話をさせていただきたいと思います。まずは自己紹介のほどお願いいたします。はい、12月2日から、東京で公開が始まる映画、ポゾを噛む。こちらの作品の監督の高橋英樹と言います。よろしくお願いしまよろす。しくお願いします。お願いします。今日はダブル高橋でお送りしたいそうでとすね。思いまはす。い、よろしくお願いしま す。はしご高橋監督と口高橋でごはざいい。ますそか。こでちょっと見分けをつけてもらって、入っはてい。ます。で、今日はね、はい。この動画の前に予告編をね、皆さんに見ていただいてるんで、はい。作品がモノクロームであるっていうのはもう分かってますんで、で、今日は監督のバックも私のバックも一応モノクロームのイメージでそうですね。はい。やってるということなんですけどね。簡単にあらすじの方お願いします。はい。はい。こちら、映画、ホゾを噛むの映画は、ある夫婦の夏のお話になってます。で、主人公はこの夫のはじめなんですが、朝、仕事に出る前にですね、妻に今日は何してるのっていうふうに聞いたら、家に一日中いるかなっていうふうに言ってたにもかかわらず、仕事に出てみると、街で妻に似た女性を見かけるんですね。で、その姿が、しかも、いつもと違うような服装を、していて、あれは妻なのかどうなんだろうって思って家に帰って、それとなく妻に聞いてみると、今日は一日中家にいたよって言われて、あ、でもあれはどっちなんだろうっていうふうになって、ちょっと疑いが拭いきれずに、家に監視カメラをつけて、妻の日常を監視していくというお話になってます。まれ、はなんい。か転がってそうな話ですけどね。割合そうですね。世はい。間一般的にも、あるような話で、そこからカメラをつけるかどうかっていうのは違うと思うんですよね。そうです ね。だから私、完全に保存を噛むっていう意味を知らなくて、先に見る前に全部調べて、あ、そういう意味なんやって分かりながら拝見させてもらうと、題名のごとくそういう展開なんですけども、非常にモノクロームで表現してる世界観が、話の内容もそうなんですけどね、ぴったりでしたね。ありがとうございます。これ、そう言ってもらえると。いつもね、思うんですよ。結局、これカラーにした場合に、どうなのかなっていうのを、割合考えたりするんですけど、色が邪魔する話ってあるじゃないですか。だから、これもやっぱり、色が邪魔する話なんかなと思いながら、見ましたそれおっね。しゃる通りで、もともとはこれカラーで撮影をしていて、で、後からラッシュを見て、現場で掴んでた感覚が、なんか伝わってこないなっていうふうになって、撮影監督の提案でモノクロ試してみたっていう感じだったんです。あ、そうなんですね。本当おっしゃる通りで、初はめい。からその白黒、モノクロでっていうつもりではなかったんですね。初そうめでは。すね。はい。なるほどね。そうなんですよ。私、たまにその白黒を見たときに、あ、これカラーだったら邪魔するよな、色が邪魔する作品というか、これ、ね、いろんな双子の、ね、女性の二人とか出てくるんですけど、ああいう方が出てくるとカラーだったら、なんか邪魔するかなと思いながらね。本当まさに色の情報が多くて、それを抜いてみたら、そのすごいいろんな人物とか、機微とかにフォーカスできるようになったって感じでしたね。そうですね。だからそこに、その盗撮カメラっていうのがあるから、覗き見じゃないですか。だから、完全に、リアルでは見てんねんけども、リアルじゃないっていうあれがあるから、そこをなんかカラーにしちゃうと、なんかあっけないというかね。なんかそこは白黒でこう見出されるから、ちょっと不思議な感覚で、こっちも知りたくなるというか、そう、色を知るっていうか、色イコールものを知るっていうんですかね。なんかそういう感覚で、拝見させてもらいました。私はだから、どっちかというとこれ、ダークファンタジーで見たんですよね。邦画ダークファンタジーかなと思いながら、割合見たんですね。だから割、はじめ、だからそういう、とっかかりは現実にあるような話なんですけど、でもいろんな流れが、現実にあるのかどうかなっていうエピソードが割合出てくるんで、登場人物もそうですけど、なんかこれはちょっとダークファンタジーなんかなっていう、途中からそう思いましたね。ありがとうございます。監督がそういうつもりで作りはったことが、また全然私の見方がおかしいのか分かりますけど、なんかそういう感じに、ダークファンタジーで
だから昭和感はあるんですけど、でもそんなにレトロじゃないんですよね。うん。だから、こう、ダークファンタジーなイメージがありましたね。普通モノクロでやっちゃうと、レトロ感満載ですねっていう感想が多いんですけど、それは感じないですね。レトロ感は感じないですね。現実なんですあね。りがとうございます。だからまあ不思議な感覚で、ダークファンタジーかなっていう感じでしたね。ありがとうございます。うん。だからずっと、もう出だしから引き込まれていきましたけども。でもまあ前段に出てくる主人、あの登場人物の方が物静かやなっていう感じで。そうですか。ね。誰って言ってこう叫ぶ人がいないし。そうですね。主人公も心では叫んでるんでしょうけど、行動的には叫んでないというか。そうですね。本当そういう発露するのをできるだけ抑えて、その機微で見せたいっていうのがあったんで、そういうのをしてましたね。ね、なんか、本当不思議な感覚でずっと拝見させてもらいましたけど、ただ私はあの主人公と、妻が部屋で喋る会話っていうのすごい好きなんですね。あのセリフのやり取りが、あの、ちょっととある作家さんの会話に似てるなと思いながらして、個人的にはすごく好きで、ありあがとうのございます。夫婦間の会話ね、あの片岡義雄の世界 やってはわ、この会話好きよ ありがとうございます。また見たんですけどね、すごくね、はい、そんな感じですね。うん、あの、まあ、隠しカメラ、まあ、結局、まあ、隠しカメラして、夫が、まあ、尾行もするんですけど、本当はもうその隠しカメラも尾行も、あの、いけない行動だと思うんですが、あの、観客としては応援したくなりますね。あの、妻の正体を教えてくれよっていう 一緒に、なんかそういう感覚でも拝見しましたね。ありがとうございます。結構見る方によってそこも結構分かれるというか、僕最初は結構主人公の夫をはじめの気持ちにすごい寄り添って現場にも入ってたので、なんかすごいまっすぐな気持ちで作ってたんですけど、いざ編集してみると、なんか、この主人公やってることって結構しんどいというか、なんか、やばいやつだなっていう、まあもちろんその監視カメラとかも仕掛けてるんで、そういう見方もあるんですけど、なんかその見る状況によって結構、その受け取るものが変わってきて、なんか独特な捉え方ができる映画になったなっていうふうに自分でも思ってます。そうですね。まあ、だから、やっぱりこう、他人が盗撮してるんだし、身内が盗撮してるから、逆にどうなんですか。自分はまあ、その、正体を持ってるから、なんかもしれんけども、俺の場合逆にずっと家におるんで、捉えてるかなと思いますけど、でもなんか、こう、あかんけど、許せてしまうっていうか、ですね。で、まあ、奥さんがどっちかというと、こう、のんきっていうか、まあ、見ていただくと多分いろいろあるいろんなシーンでめっちゃ奥さんのんきだよねっていうのがあって、あと、まあ、疑問に思ったのはこの奥さんは幸せなんだろうかどうかっていうのがすごい分からなくて、で主人公もあの幸せなんかどうかっていうのが分からなかったんですけど、でも最初にこれトータルで見ると我々恋愛映画にもたどり着くんかなっていう、意外とね。そうですね。基本のベースは、その夫婦の、恋愛映画というか、魅力の発見のし直しというか、みたいなところを軸には書いているので、そうですね。そういう感じの側面もあります。そうですね。まあ、その辺で面白かったと、それと、まあ、いろんな人が主人公に絡んできますけども。でもそれが大きく主人公の行動を動かさない っていうのもなんかすごく面白くて、よかったです。初めプレスの資料を見たときに、あ、これ、あの、割合巻き込まれたり、その登場人物によることで、この主人公がこう右へ行ったり左へ行ったりするのかなと思ったんですけど、まあ、これ、まあ、あんまり言うとあれやけど、なんかそんなに左右されなくて、この登場人物たちは一体何なのか 不思議な感覚でしたね。そうです、あれですよ。まあ、実際それ、お話的にだと、ね、やっぱ登場人物、いろんな掛け合いがあって、いろんな方向に進んでいくっていうストーリーテリングだと思うんですけど、まあ、これは、まあ、日常って本当にそんなことないじゃないですか。もう大人になればなるほど、
何かに影響を受けるなんてだんだんなくなっていって、自分勝手になっていくなってすごい最近すごい思うので、なんかそういう形のお話を書いてみたかったっていう感じでしたね。だからね、これね、だから終盤の展開が全然読めなくて、見てる間に、だから終盤の点がすごく意外でしたね。あ、ありがとうございます。そういう方向性に行くんやっていう感じと。で、ちょっと子供が登場するんですけど、その子供が気になってたのに、なんかええっていう感じですけどね。勝手にこの子供はこうやろって、自分の中で話を組み立てて見てたんで、でもそのようにはならなかったっていうのが、そうなんですね。意外でしたけどね。だからあれ、こう、ちょっとマジック、監督のマジックにかかったかなという感じでは見たんですけど。ちょっとそれはどういうふうに捉えてたのかすごい聞きたいですけど、ネタバレになっちゃいますもんね。そうですね、そうですね。そうですよでもたね。だ、これも違いの時も言うと、あんまりその見てる方が分かる展開だと、話としては面白くないんで、その予想を裏切ってもらう方が、それは映画としてはね、面白みがあるというか、あ、やっぱりなーっていうよりも、あ、そうなんやっていう方がね、面白みはあるんですけども。なんか撮影中の苦労とかありますか？撮影中の苦労は、そうですね、見ていただいたんで分かると思いますけど、結構独特なテンポ感での会話をしてるじゃないですか。なんで、あれを、キャストの皆さんに掴んでもらうまでが、結構大変というか、僕もトライアンドエラーで、いろんな手法を皆さんやっていただいて、テンポを作っていったんですけど、そこがなかなか、掴んでもらうの大変で、主役の峰尾翔さんは、撮影初日に、冒頭に出てくるんですけど、ベッドから起き上がるだけのシーンがあって、それが、本当にベッドから起き上がって、カーテンを開けるっていうだけのシーンだったんで、交番的には、撮影のスケジュール的には20分ぐらいで組んでたんですけど、蓋開けてみたら1時間半やってて、そんだけね、でもやっぱりね、真剣にやられてたんでしょうね。そこはその日常の動きなんですけど、そこの動きのペース感とか、そういうものを、突飛な世界を作ってるわけではないんですけど、さっきおっしゃってた通り、そのファンタジー感というか、非現実感を出すために、そういうちょっとぎこちないというか、なんか見てる風景なのに違うテンポ感っていうのを作りたくって、そこを役者さんに体現してもらうまでが、すごい大変でした。大変とか、役者さんが大変だっただろうなってすごい思いますね。今ね、監督の壁紙になってる、その建そうで物す。が出る、シーンのところもね、そこも不思議で、不思議な空間ですよね。そそうれ、でこすれはね。ね、見ていただきたいです。なんかそこのやり取りが、なんか不思議やなっていう感じで。そうですね。そこもなんか見どころの一つかなっていうね。だから、もう全然、あれですかね。で、小沢さんの方はね、出演しながらプロデューサーということでね、今回されてるんですけど、やはり、脚本とか気に入られて、どうなんですかね。もうプロデューサーもするよっていう感じなんですかね。もともとは、小沢さんが、プロデューサーを、一昨年からですかね、映画を作りたいということでやり始められてて、で、今度は、その時は中編だったので、長編をやりたいっていうことで、ちょっと2作品ほどご一緒させてもらってたんで、それで僕に、相談していただいて、その時に持ってた本を、2作品あったんですけど、それを出したっていうの、一つがこの、ホゾをかむっていう、ものだったんですけど、そこで、今回のこのテーマというか、信じたり、疑ったりするっていうもののコミュニケーションのテーマの話だったんで、それを小沢さんが、じゃあこれをやりましょうってことで、そこから2人で、また本を叩き直して作っていったって感じでした。だからね、やっぱりそれで。でもまあ、抑え気味のね、割合ですよね。どっちかとね、小沢さんはね。もっとあれそうでかすなとね。思うね。もう本当にね、いろんな人が出てくるんで、その辺をちょっと見てほしいなと思うし、いろんな人が出てきて、いろんなエピソードがあるし、意外とその、尾行するだ、妻のことを知るだけの映画ではなくて、もうほんまにいろんなエピソードがね、散らばってる。
そうですね。いろんな、本当にいろんな変なというか、人たちが変なお話を、なんか変な感じで話してるんで、ぜひそれを見てもらいたいです。ですね。すごい、は笑う悪いじゃないですか。ファね、その一点、ダークファンタジー。まあ、悪いダークファンタジーなしに、ね、ファンタジーだけしちゃうと明るいイメージなんですけど、まあ、ダークっていうのはその、まあ、モノクロ感がある、まあ、モノクロファンタジーですかね。そんな感じで見ていただいたらね、ちょっと、そうですね。ね、不思議な時間を共有してもらったらいいかなっていう、それすごいいい言葉ですね。ですよね。本当そう思います。本当不思議な時間を味わってもらいたいなっていう映画です。そうなんですよ。一体妻はどうなるのかっていうところも、まあ、あれなんですけど 劇場で、ね、皆さん、見ていただきたいと思います。ぜひお願いね、します。あれ、そんな今の私が今日喋らせてもらった部分も映画の中で観客の皆さんにはちょっと感じ取ってほしいし、まあ、監督の思いっていうのもね、皆さん、取っていただきたいと思います。では最後になりますから、またメッセージよろしくお願いします。ありがとうございます。この映画、ホゾをかむ。この話はですね、今話した通り、すごい独特な映画となってます。で、テンポとかもそうですけど、そのいろんな、違和感を出すために、すごい細かいことをいっぱいやっていて、それが、どうしても映画館じゃないと感じられない部分が、すごいいっぱいあると思うので、ぜひ、音とか光とかが全部シャットダウンされた映画館って空間で、これを見てもらいたいなというふうに思ってます。ぜひよろしくお願いします。東京がね、先行公開になって、大阪はちょっと2週間遅れですけどね、監督も小沢さんも別の日ですけど、舞台挨拶来られるということで、で年明けは、元町映画館ですね。元町映画館のスタッフさんの感想もちょっと気になるなと思いながら 見たそうんでだけすどね。ね、支配人と方は、別の方はどういう感想を持つかなと思いながら ちょっと気になりながら まだ一回監督やり取りしてみてくそう、楽しみに、ださい 元行ってみ町もでますす。ね。元町も一応舞台挨拶の予定はこれから行です。きたいと思ってます。ぜひとも行って、石田亮さんという方と お話ししてみりょうてくさん、ださい わかりました。よろしくお願いします。皆さんね、年末前になりますけどね、クリスマスのハッピークリスマスやしに、不思議なクリスマスに向かっ てそうですね。ね、見ていただきたいと思います。また、シネルーボという我々この映画に、ちょっと雰囲気にね、ふさわしいスクリーンでね、見れるんで、その辺もお勧めしたいと思います。微お願い力しでますけす。ど応援させていただきますんで、まずは東京から頑張っていただきまして、大阪も盛り上がって、そのまま神戸に行けて、で、京都もいつか決まればいいですね。京都まだですね、決まっそうてですなね。京い都まだ決まってないので。ですね。それからまた全国に広がっていっていただきたいと思います。ありがとうございます。今度はちょっと不思議な話になりますけど、どうもありがとうございました。ありがとうございました。